ラマホヤ人生初。はい。これで今日の僕のホヤ人生が。お水で、ね、お水。お水。これ一応あるから大丈夫。やったー。これは本物のホヤ。ビタミン C。これ、これですから。まんなみんなと。いきましょう。人生本物のホヤを食べた瞬間。あれ？あれ？いや、まああの前食ったのよりはなんだこれとは思わん。生の方が食いやすいのかもしれない、私は。食べたことないでしょ。うん、なんか結構海の幸感半端ね。はぁ、うん、なるほど。海食ってるこれ、うん、これあ、その感じすると思う。本当に、うん、これ海、これダイビングしてるこれダイビングしてるね、うん、まさにこれダイビングしてる感覚。ああ、だけどね、あの前初めて食った時は全然うめえ。違うよ。ございますね。こっちに口の方にマイナスとプラスがあるので、まず一番最初下の方を切ります。こっつん、こっつん、そうすると中からで、これがこれあのへそって言われるやつね。はいはい。へそで、これがこれだけでパックに入れてるやつもあるんで、でこの方にプラスがあるんで、こっちの方から切ると中からニュルニュルニュルっと。こいつって最初も何これ。でこっからもうあのあれあのなんかこの感じ、なんかあの昔のエビ、エビ人形のあのマスクみたいな感じ。これだってあるじゃん、確かに。かぶるかと思ったよ。プリプリだ。で、海水には腸炎ビブリオ菌っていう、ちょっとあの体が弱ってる時に悪さする。あの、腸炎ビブリオだ。細菌がいるので、うん、それは真水で湿ってるんで、流水で。流水真水につけた時に調理袋を湿めちゃうから、絶対真水でこうやって洗ってやって、うん、で、はい、これがございます。すごい反応すごい。これをあの繊維にこうやって反対側に切ってやって、盛り付けて召し上がりいただくということなので、それではの方で出来上がりをお待ちください。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。会長、会長ありがとうございます。おそのさんです。